僕らの別荘。ボケか。ありがとう俺んだけ。みんなには内緒にしとく。今日は何やるんだろうな。絶対やんだよ。何の動画やんだろう。絶対言う。絶対言わない。ね石井。今日何の動画撮るの？今日ねボケか。ごめん。ボケかか。みんなボケかやるって。みんな来ちゃうわ。ボケかやるって。お前のせいでお前。石井が教えてくれた。石井がやってくれんだって、ボケが。今日ボケかだよ。ボケか。みんなでボケかやろう。5人でやろう。ねえねえ、テッセ君も最初にボケかあげようよ。うん。あ、テッセ、お前も一緒にやろう、ボケか。やろう。もう俺が買ってきたって言えんじゃん。石井君がボケか買ってきてくれた。全然気にしない。いいよ、大丈夫。ボケか買ってきてくれた。大丈夫、ありがとう、みんな。ボケかやろう。ボケかやろう、みんな。石井君ありがとう。うん、全然いいよ。みんなも石井君にお礼よ。全然いい。石井君、ありがとう。ありがとう。ありがとう、石井くん。ポケか。悲しい。こんな青春もあるのかな。楽園ドラゴーナ。ドラゴーナ。すごいね。ナッシーこれ。ナッシー。ナッシーだ。え、アローラの姿的な？で、なのかな？テラスタル。テラスタル。ね、ラティオス、ラティアスもいるね。ね。水の都。水の都。アコーディオン弾いてるやつ。なんかさ、ルビーサファイアで、デオキシス持ってるやついたんだよ、俺、地元に。え？出てたっけ？いや、出てなかったと思う。どういうこと？出てたんじゃない？デオキシスってどっから？あのね、いや、わかんないけど、でもその、プロアクとか使ってんの。プロアクあったなぁ。あの、三山カレンちゃんの CM やつとさ、わかんない。え、そうなの？僕と彼女と彼女の生きる道の、三山カレンちゃんがリンちゃんの役で、うん、草薙さんがやってたやつじゃなくて、はい、草薙さんが、うん、とその一緒に暮らしてる女のリンちゃんを、いや演じた三山カレンちゃんがこうやってるこれアクションリプレイ。攻略本とか買ってました？なんか出てはいたじゃないですか。ケモン、ドラクエは買ってたけどね、なんかモンスターの配合とか。俺パワプロ君買ってたよ。パワプロ。パワフルプロ野球。パワプロの攻略ってない？めちゃくちゃ分厚い。何攻略って。まあサクセスとかじゃない？あ、の、なんかこうどの選択肢でそういうことね。で、実況パワフルプロ野球のめちゃくちゃ分厚い広辞苑みたいな単行本の後ろの方には、その、その、何、その出版社が作った、いろんな最強の選手のデータが、ね、あのパスワードで、はいはい、あった、全いっぱい載ってたの。で、それを、俺は、あの、パワープロ10の選手が、あのパワープロ10の選手が、あのプロ野球スピリッツにパスワードで移籍できるっていうのがあったから、俺はその、登録も見ながら、このプロ野球スプリッツに最強の選手をいっぱい入れてた。なんでそんなもんすよ。いっぱい入れてた。へー。楽しかった。通ってんだ、でもパワープロ。パワープロは通ってないか。やってないんだ。友達がやってたんだけど、なんか俺見る側だったね、なんかどっちかっていうと。でも石井はさ、そのプロ野球選手を使って試合するタイプ。ああ、もう絶対格闘選手とか嫌だった。でサクセスとかやってないタイプ？やってない。珍しい。やるとしたら、うん、それも最近だけど、うん、あの、栄冠ないね。栄冠ないね。めちゃくちゃ面白い。俺がやってた子じゃなかった。そう、あの、ね、栄冠ないっつって、まあ、高校野球部の監督として甲子園目指すっていう。そうそうそう、監督なんだ。そうで チームを育成するみたいな。そういうこと、そういうこと。操作はできないんだけど、もう練習と、あと、まあ、試合中の指示しか出せないんですよ。だからもう歯がゆくて歯がゆくてあ、まあ、それが嫌じゃないんだ。それがもうで、いい台、これはマジ甲子園狙えるって台が、うんうん、思わぬミスで2回戦とかで負けて、うん、嘘だろみたいな、絶対決勝行くと思ってたみたいな、うん、そこの後輩が頑張って急に決勝行ったりとかしたらもう泣いちゃう、普通に。うわーみたいな。それ普段のさ授業とかもちゃんとやったりするないよ、ね、でも勉強できないと練習効率下がるんですよ、うん、だから時々勉強ってコマンドがあって勉強させないと、うんうん、練習効率下がるの。そう、下がっちゃうんですよ。なんでそれって。いやだからその勉強で結局みんなプロになれるとは限らないから、うんうん、結局もう勉強しろお前みたいな、多分空気感で逆に身が入んなくなっちゃうんでしょうね。ああ、なるほどね、うん、あ、じゃあプロ野球選手ってみんな勉強してるってことか。いや、そういうわけでもないんですけどまあその、なんていうのね、その一応その、うん、ね、普通の公立高校だからね、うんうん、そので大阪桐蔭とかの選手はみんなちゃんと勉強してるってこと、うん、いや、まあ、ほんましてないんだけどね、別にしてるよ。そんなことない。してる。してます。してます。してます。ゲームだからファンタジーだよな。ファンタジーだよ。ファンタジーの方が真面目なんだ。でも面白いのは現実の方が狂ってんだ。
ンタジーの方が真面目なんで。そこからそのプロ行く選手も出てくるわけ、うん、ドラフト会議があって、うん、でかかった選手は、うん、マイライフとかでプレーできる。ああそれ面白いね。それが面白いのよ。へえ。自分が1年生から見せた選手をプロ入ってどうするか、うん、そっから自分で育てる。まあどこまで行っても野球だからな、結局ね。何それいや野球だからいいんでしょ、面白くて。どこでも野球、野球だなっていう。何野球だな、野球だなっていう。いや野球最高っすよ。まあ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 、まあ、いや今もね、うん、セリーグ、うん、もう巨人と広島のもう、はい、一騎打ちも最高に面白い、はい、ポケモンカード、ポケモンカード、あ、おもろ、ポケモンカード。じゃちょっといい、俺からいっちゃい、っちゃい、うん、いきます。1枚目ドン、ムチュール。ほら、あ、これあれ、あのルージュラ、ルージュラになるやつ、うん、ルージュラ、ルージュラになるやつね。いきます。クワッス、クワッス、これはあの御三家だね。どっかの時の御三家だよね。マジか。一番多分最近のやつじゃないかな。人気あったんかな。スカーレットバイオレットの。いきます。タッタッコ。これは知りません。タッコ。次か。チルタリス。知ってます。かっこいい。かわいいです。チルットのね、次ね。あ、そう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 。うん。やば、やば。ダークボール、夜だと捕まえやすい。あ、そうか。うわ、なんか夜というかちょっとなんかね、なんかさ、こんなに何もないこと珍しくない？確かに、うん、ポケカってでも結構あんだっけ。あった気するな、このレアが入ってないパターンみたいな。じゃあ僕いきます。お願いします。こういうのはね、欲がない方がいいですか。確かに、うん、知らない方が意外と。はいはい、誰？バオッキー。NHK 教育みたいな。違うよ。ひらひな、ヒラヒナ、うーん、ギラティナの親、なんか知り合いかな。ギラティナの、ギラティナまでいける。こっからこっからギラティナまで進化できるか。ジョグレス進化しないと無理じゃん。質問にしかねえ。そうね、うん、ラビラーバ、ビビラーバ。お前さ、どっから呼んだらそのお前さ、前も言わなかったっけ、これカタカナがもうめっちゃ苦手なのよ。だとしても、だとしてもだよ。こっちから読む。逆から読んでるから余計わかんなくて。ラビラ。ラがはこっから見た時にラが最初じゃなさすぎる。それはもうやめて、それはもう。めっちゃバカじゃん。ああ。何？ハギギジリ。ハギギシリかな。ハギギシリ。ハギギシリ。恥じしりみたいな音だ。うん。恥じしりみたいな。これでもちょっと全体になってるし。何入れ？何入れ？何入れよ？アートレア。え？アートレア。AR。アートこれ。AR。あ、マジか。いいね。まあ、一応ちょっと見とく？さすがに。はぎ。まあまあ、次は。はぎぎしりか。はぎ。はぎだね。だから、お魚のはぎ。あ、はぎ。川はぎのはぎか。多分、はぎ系のあれなんじゃない？うん。お、あげぎしり！こんなことあるの？来た、来た、奇跡、奇跡、奇跡。奇跡、こんなことあるの？そんなことあるんじゃない？ハギギシリ2連。もうほんとイラストだけ違うんだね、性能は一緒で。ハギギシリ。ちょっとハギギシリみたいな、ね。ハギギシリでも、しこいから人気でしょ。しこい？あ、しこくない？しこいかな？ギシリあんましこい。うん、あんましこくない。なんかやっぱ歯立ってるから。あんまり寝ない方がいいと思う。え、この、ハギギシリあんまりその、歯が立ってるから。歯が立ってる。何ですか？あんまりしこくはない。いや、しこいとかで見てないしね、そもそもね。いいですか？はい。あ、いいんじゃないの、でもこれ戦闘力、うん、はい、買い取りの方ですね、はい、50。お、でもね、そうなんだ。いいですか、私、はい、お願いします。1枚目ドン、はい、オットスパス。ちょっと待ってね、角度だけ。あ、ありがとう、ありがとう。オットスパス、あ、さっきのさ、タタッコの進化。あ、そうなんだ。ここにいるタタッコが、え、待って、わかんないよ。ちょっと突っ込むじゃん、うん、落とすパスでしょ、うん、え、こいつがさ、落としてくれるってこと。え、お笑いポケモン、これお笑いポケモンだ。漫才になってんだ。落として突っ込む。なんかさ、下のさ、この文章とかなんて書いてある、うんうん、俺のとこは、餌を求め地上に上がる、好奇心旺盛で、目にしたものはとりあえず触手で殴る、うん、テセの方は全身が筋肉の塊、うん、触手を使って繰り出す締め技の威力は凄まじい、うん、そっちの落とすか。あ、なるほど、ね、そういうことね、締め落とすのね。あ、全然違った。バイオレンス、なんだ、バイオレンスポケモンだよ。お笑いじゃないんだ。お笑いじゃないね、うん、落としちゃダメだもんね、お笑いは。よし、2枚目、はい。オワルン、あ、太陽の姿、ね、ごめんね、ありがとう、ありがとう。オワルンっていたよね。いた、ルビサファでもいたよね。いた、研究所とかなんかでもらえるやつだよね、うん、天気のポケモン。
かっこいいなこれ。ハルクジラ、こいついたね、なんかね。え、いないよ最近のやつで。あ、そうなんだ、いた気がする。次が何かありそう。あ、どっちだ、どっちだ、ちょっと光ってるちょっと光ってるよ。え、あ、え、アルキア、あ、やった、アルキアって俺も知ってる。8億円だ、やった8億円ゲット。え、かっこいいな、これどうだ、アルキアは。あ、でもまあ、まあ、レア、まあでもレアの感じなのかな。まあ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 、セイボが、ん、お助けベル。あ、おっぱいだと思った。すごいじゃん今日。おスケベベルっても言われてる。スケベ、スケベのスケだもんね。空目しちゃってさ。ああ、レアだね。うん。なるほど。なるほど、ちょっとね、ここまで。今回ちょっと不発か。不発？うん。まあ、不発とかないんだけど。ないんだけどね。そうだよ。だって、その、かわいいポケモンたちがさ、俺たちの手元に来てくれたわけだからさ。これじゃ俺たちロケット弾とかでしたもんポケモン一匹一匹を大事にしないでさ、これはダメだこれはいいとか言ったら、どっちロケット弾になっちゃうもん。はい、はい、何これ、反射がちょっと角度ちょっと、はい、ああいいですね。フリージオめっちゃ氷じゃん。ね、え、正直こんなんさ、いや雪山でさ出会ったらさ終わったって思う。終わった。マジで終わったって思う。浮いてたら、うん、これ浮いてたら怖いな。マジで終わったって思うな。フリージオ、はい、ドン。パオプ。あれさっきのさ、あ、さっき進化するやついたもんね。なんかいたね。うん。ちょっと、あ、これ、これだ。バオッキー。あ、本当だ。こいつじゃない？すごいね。よくわかるね。こんな NHK 教育みたいになっちゃうんだ。神経衰弱得意そう、カズキ。バオプ。はい。たまたま。たまたま。いいね。たまたま。たまたま。たまたま。いいじゃん。え？下ネタっぽい。下ネタっぽくねえ。技見てみ、技見てみ。技、早熟進化。ちょっと下ネタっぽい。ちょっとっぽくないよ。早熟の感じすごいよ今日なんか。あ、カキツバタ。カキツバタ。カキツバタ。これ4枚目ってことは。本当だ。やばいんじゃない。じゃあこれレアか。トレーナーズカード。え、あれ、そうだ。あれ。サーフ号。サーフ号。うん。うん。オッケー、ありがとう。やっぱパープロくんって面白い。そうなのよ。でね、やってみようかな。あのおすすめね、ペナント。え、マジで。ペナント。スイッチとかでもできる。俺もそれこそスイッチで最近すげえやってて。あ、そうなんだ。ペナントを本当に一試合一試合プレイしていく。これがねすごい楽しい。一緒にとかできたりする。できるよ。もう対戦もできるし。そうさ、チームの中にはさ、レアな選手とかもいるわけ。もちろんいる。え、レアいるんだ。レアいるよ。レアいるならやろうかな。レアって。レア探しちゃってるけど。A とか。書いてあるか。え、マジで。わかりやすい。S とか。書いてある。すぐだよ、わかる。で、D ぐらいの選手。だから全然良くない選手を育成して S にもできる。え、一番いい選手さ、いくらぐらい。まあ、戦闘価格になっちゃう。買取戦闘価格だけど、まあ、2、3万ぐらいいくんじゃない。もう認めてこう。ダメだよもう。えいいのが出なかったんだよ今日は。もうこういう日だよ。オッケー、じゃあ俺が言うわ。えオッケー、分かった。クソかい。ラビラーバ、お前さ、どっから呼んだらそんな。